オーダーなんかおもろいの。円竹直でございますが、そろそろお時間です。楽しいひとときが名残惜しい、そんなあなたにラストオーダー。今日は日常の気になる事柄をわさびの AI アシスタントカナが全能力を使って調査報告する。ヘイカナ、呼んでみましょう。ヘイカナ、今日は私が今聞きたい夏メロについて。夏メロ、夏メロ、うん、ネットフリで現在配信されているブラッシュアップライフ、はい、これはもう山形さんに勧められて2日で全一気見しまして見ちゃうよね。めちゃめちゃ僕はもう今年一番のテレビドラマだ。まあ他見てない、うん、他見て、まあ見てないですけど、私も本当素晴らしくて、うん、過去一更新したかなって思うぐらい、おもろかったね。最高なドラマだったんですけど、はい、まあエンディング曲が毎回違う夏メロなのも面白いじゃないですか。確かにそうなのよ。そう、グッとくるのよこれが。で今日はドラマの最終回で流れるこの歌を掘っていきます。ほう、マイリトルラバーのハローアゲイン昔からある場所。あ、好き、これ好き、大好きこの曲、大好き、うん、95年発売のシングルなんですけど、うん、私生まれる前なんですけど、はい、中学生ぐらいの時にはちょっと背伸びをしてカラオケでみんなでこれ歌ったりとかしてるので、本当馴染みのある曲なんですね、うん、でとっても心地いいリズムで歌いやすい音程なので今でも愛されてると思いますが、ね、うん、はい、まずこの1番を聴いた時はね、恋愛の歌だと思ったんですよ、はい、付き合っていた彼女と別れたか、もしくは死別したか分かりませんが、うん、記憶の中でずっと2人は生きていけるっていうサビね、うん、あるじゃないですか、うんうん、これは彼女の言葉なんですけど、その後君は少し泣いた、あの時見えなかった、うん、っていう言葉から男性側が振って別れちゃった系の恋愛の歌なのかなって最初解釈していました。違うの？しかし、しかし、ほんとブラッシュアップライフがきっかけでもう一回ちゃんと聞いてみようと思って聞いて衝撃を受けたんですけど、2番の A メロ、自分の限界がどこまでかを知るために僕は生きてるわけじゃないっていうの、はいはいはい、はい、そういう歌詞、うん、もうこれ中学生の私は全く気づけなかった奥深さを今になって感じられたんですけど、それ聞いて、あ、恋愛の歌じゃないなって思ったんですよ、はあ、だけど新しい扉を開け海に出れば波の彼方にちゃんと果てを感じられる。漁師さんの歌？え、海に出れば言うて果てを感じちゃダメじゃない、漁師さん、波の彼方に。これもう人生観の話になってるのかなと思って、つまり私が思うに1番に出てくる君っていうのは昔の自分のことを指していて、うん、昔の自分が思い描いていたような人生にはならなかったけれども、思っていたよりしんどいけどしっかり生きていこうよみたいな歌なのかな。なるほど、相手がいるのではなく、そう、これ自分の話かな。ここの2番ちょっと聞いてみて。でしょ、うんうんうん、確かに。でしょ、うん、でこれをこの曲が最終回で流れたな、流れるじゃないですか、このドラマに落とし込むあたり、うわすごいと思って、私はあのポケベルが鳴らなくてが流れてた、一話のね、あれもぴったりだったんだよね、実はね、ぴったりでした、はい、けどなるほど。だからこのドラマを見てからこの曲を改めて聞いたらものすごくリンクしていたというか、はあ、そうだね、確かに納得できたんですよ、うん、でね、本当このドラマブラッシュアップライフ最高って言ってるんですけど、こう何度も人生をやり直す主人公安藤サクラさんが最後に行き着いたのが、うん、まあ、手伝いさんも見た通りとても心温まるじゃないですか、はいはい、で主人公はその最後の人生って思うと全て貴重に感じるっていうことを話してたわけなんですけど、うんうん、言ってた。本当は私たちの人生やり直し聞かないはずなので、うん、いいことも悪いことも今を大切にできたらいいなってものすごく思いましたね。確かにな、まあ面白くゲラゲラ笑えるドラマなんだけど、あー、いいことを教えてくれるっていうドラマでもあったね。そうなんですよ、うん、2週目3週目あったらこうしたいなって思うこと結構あるじゃないですか、うんうん、でもそうじゃなくて1回しかないはずだから全部大事にしないとなと思って、あと見てない人のために一個だけ言っときます、はい、粉雪が積もります粉
粉雪、粉雪積もります。最高なんですよ。はい、あの TVer で全話配信もされるそうですし、Netflix でも今ね配信されてますので、気になる方ぜひ見てみてください。はい、以上、今日はこれでおしまい。ラストオーダーでした。